はい、おはようございます。ドンナロです。今日は対戦動画を撮っていこうと思うんですけど、あなたは？はい、やったー、鬼ごこと雷愛です。こんにちは。はい、どうも。お邪魔しております。また来たんすね。また来ちゃいました。よろしくお願いしまーす。はい、お願いします。聞いてる？いや、全然聞いてないですね。聞いてない？はい、武田のちょっと前にコラボさせてもらったんですけど、また一緒に僕ができるってことなんで、はい、やっていこうと思います。はい。で、今日は何やるかっていう話なんですけど、うん、シールド戦をね、ちょっと、まあ、やろうかなって思ってて、うん、で、この新しいオルタージェネシスのパックを15パックずつ開けて、うん、シールド戦をやろうって話なんですけど、うん、やります、はい、で、こっちの動画では、対戦を今からやっていきます。はい。で、気になるであろうパック開封とデッキ構築に関しては、はい、やったまんチャンネルさんの方で上がってると思うんで、はい、この僕らがなのデッキ使うか気になる人はぜひこっちのチャンネルの方行ってぜひね見てください、見てください、お願いします。マジでね、やばいカード出たんで。いやいや、こっちもやばいカード出ましたから。めっちゃ強いよこのデッキ。僕絶対勝ちますよ。嘘、めっちゃ自信満々ですね。絶対勝ちますよ。いやいやいや、そんなこと言っていいんですか？絶対勝ちます。私のデッキだって強いもんね。負けたらポケカ引退しますよ。本当に？嘘かもしれない。なんだ。いや、強いですよ私だって、はい、ポケモンカードはもう始まってるんだ。あ、そうですね。そう、すでに始まってますからね。もうね、プレッシャーをかけ合っていますから今お互い。あー、いやいや、ほら、動揺してる、動揺してるぞ。先ほどですね、一回終わったんですけれども、はいはい、ちょっとね、いいところ見せられなかったんですよ。だからちょっともう一回やってもらうことになりました。お願いして、もう一回やってもらいます。はい、じゃあもう一回やりましょう。お願いします。はい、最初グーじゃんけんぽい先行。わかりました。じゃんけんは勝てるんだよ。7枚。はい、はい、よっ。おー、じゃん。いや、また高校なんだよな。うん、力かな。ほい。おお。じゃあ最後4枚読めて。はい。このサイド何なんだろうな。怖いな。じゃあお願いします。お願いします。クチート。じゃん。クチート入ってるんだ。ああ、ナックだか。なるほど。1枚引きます。はい。はい。あ、そうですね。そうですね。そうですね。これは。いや、いけるでしょう。エネルギーを張ります。しっかり張っていき、うん、張っていき、白な。あー、なるほど、はいはい、うん、一回戻して、いけるといいな。お願いします。いけるといいな。いけるといいな。あの、サイド移しってそもそも山にないかもしれないですけど。それさっきもやったからな。もうやだ、もうやだ。1、2、3、4、5、6。ういおい、さあ来い。終わります。終わり。はい、1枚引けます。はい、終わり。なんだろうな。じゃあまたジジイ出して。ジジイ出てきますね。うん、これサーチしとくか。手割りして、うん、うん、じゃあ2つの呼び声。はい。すげえイントネーションおかしかった。2つの呼び声。山にあるタックチームのカード2枚まで手札に加えることができる。うん、タックチーム何かな。タックチーム、じゃあ、モアワンド水蓮と、うん、じゃあ、あー、出た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 、例のやつ、例のやつですね。もう一回見てるから驚かないよ。じゃあこれで、はい、終わりです。はい、1枚引きます。はい、めっちゃハンド良くなさそうですけど。うん、そんなことない、全然そんなことないけど。うんと、うんとね、あ、ナックラーがビブラーボに進化しますよ。はい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 。えライオン、これでな、次の次の番ぐらいで立つとめんどくさいだな。山にいるかどうか、まだまだまだ見てないんだよ。まだ見てないんだよね。いると信じて。そうですね。はい、オーキド博士のセッティング、セッティング、セッティング、セッティンギング、それぞれ違うタイプの縦ポケボーを3枚までベンチ出します。初めて山を見ると。そうですね、今山を見ていますよ。なるほどね。うんうん、いや、まあなんかいそうなリアクションはしてるけど、どうですかね、わかんないよ。いや、でもな、これでなんか次のレッドグリーンとか打たれるとやばいんだよな、普通に。あ、そう、やばい、やばいよ、やばいよ、やばいんだよな。おどりどり GX とトゲデマロ出します。2体で大丈夫ですか？
そうですね、違うタイプのポケモン3体なんですね。雷と蝶以外だったら、じゃあ2体で大丈夫。はい、了解です。カットお願いします、はい、エネルギーをはいはいはいビブラーバにつけます。はいはい、はい、じゃあビブラーバの羽ばたくでクジットに40ダメージ。あ、こいつ炎弱点か。おお。危ねえ危ない危ない。1枚引きます。はい、グライゴンいるじゃん。いますよ。あそこに手割りしたってことはグライゴンいるんだよな。いますよきっと。やべえどうしよう。いや、おお、おお、ポケモンカードらしくなってきたじゃねえか。さっきのはねポケモンカードというか、まあ、まあ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 気づいたら終わっちゃってました。ハウ、うん、3枚引き、おね、来たか。間に合うか。いや、まあまあそこを信じていくしかない。手割りします。はい、アクセスディアルガンドパリキャ出して手割り。はい、名前長いんだよなこいつ。長いですね。で、ですね、うん、ですね、うん、これ1エネオルタージェネシス、いやさすがにない。さすがにない。1エネ追加効果なしのオルタージェネシスはちょっと弱いから、いやでもあんま関係ないっちゃ関係ないけど、使う。いやでも結局変わんないな。じゃあシャアなしなんで、うん、シャアなしなんで、じゃあちょっと技でダメージだけ当てとこう。と食らいつくで20ダメージ。はい、一応次の番逃げられないっていう効果です。これが逃げられないか。あんま関係ないかな。20ダメージ、はい、終わりで。はい、1枚いきます。ちょっくん生田サイド打ちしとれ。イエーイ進化。ハンドにおったんか。ハンドに今来た、今来た、あ今来た。あとはあのエネルギーがありますね。タッグコール。あータッグコール、はいはいはい。でなるほど、タッグチームのカードを、2枚まで持ってこれまーす、はい、レッドグリーンで出てないから遠いネを引かれなければワンチャンある。じゃあ白のハンドカトレアで。引くな。引かないでくれ。ちょ話し合おう。話し合おう。聞いてやるぞ。仲良くしよう。引く気満々ですからね、もうね。うーん。カットお願いします。はい、このカット大事だな。大事ですよ。引くな。で白のハンドカトレア。はい。レッドハンドグリーンを垂らしてします。で、はい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 、白の回収します。はい、了解です。で、3枚引くんですよね。今までお3枚さあ来い。エネルギーエネルギーエネルギー等エネルギー、じゃん。あーよし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 。まだあるまだあるぞ。あーくずもメンチ出しますね。あーくずもどうぞどうぞ。踊り鳥 GX にエネルギー貼りますね。ういうい、以上です。終わり。一枚引きます。いやなんかいろいろ向こうが噛み合ってなくて助けられたな。もうちょっと、じゃあ今のうちだな。手張りします。おーしてはウルタージェネシスを使うよりも、うん、一旦ステイの方がいいと見た。うん、終わりで。おーはーい、一枚引きます。はい、白な。なるほど。うんうんうん、いや6枚も引いたらね、はい、遠エネルギーきっときっと来るはずなんだ。めっちゃフラグ立ててますけど、きっと来るはずなんだ。はい、お願いします。いやフラグじゃない、フラグじゃない、ちゃんと来るから。6枚もねあるんですよ。そうですね、1個ぐらい遠エネルギーが来てもじゃん。はい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 、なるほど。はぁ、来たー。いいですよ。うん、なんかやった方がいいかな、ちょっと待ってくださいね。いや、大丈夫だ。ほい、ほい。じゃフライゴン GX のデザートハリケーン120ダメージ。120ダメージ、ボーン。やったー、飛んでしまう。やったー、サイドを1枚破壊された。いや、まあでもこいつからいきましょう。うん、1枚いきます。1秒。どうしたもんかな。どうしたもんかな。どうしたもんかね。まあでもエネルギーはつけるわ。あったんだ。そしたら、はい、もう一匹出しましょう。あー出てきた。出して、じゃあ石像出てきた。石像だね。アルティメットレイ。
はい。なんか写真の守りでマイナス30されるんでしたっけ？されます。じゃあ120ダメージですね。120ダメージ。まあでもね、2番なのは変わりないと思う。3枚を裏の石像につけていき。あー早くない？カット大丈夫ですか？あ、ごめんなさい、カットです。はい、終わりで。はーい、はい、どうぞ。はい、1枚引けます。はい、ういそれではね、お取り取りにはいはいはい、エネルギーをつけます。フライゴン GX のソニックエッジ GX で220ダメージです。220、なるほどね。はいはいはい、これをじゃあ、はい、こうですね。220か、1枚引きます。はい、わあどうしよう、220か、そうですよ、いいな、フライゴンは強いんだから。使います。マオアンドスイレン、手札を2枚捨てます。はい、で、自分のバトルポケモン、ベンチポケモンと入れ替えてで、手札を2枚切ってるんで、入れ替えたポケモンの HP 120回復。回復しちゃうの？はい。あーそう、回復して島巡りの証を貼っておきます。おお、なるほど。これで HP が残り80ですね。そっか、でも取れる枚数が2枚になります。どうしよう。 OK、 わーどうしよう。アルティメットレイ120ダメージ、はい、で気絶させて、気絶で GG にもしっかりエネ加速しておいて、あー強いですねそのカード。そうですね、うわー、はいはい、カットお願いします。はい、サイド2枚取って終わりっす。はい、とりあえずね、トゲで丸入れてもらおう、ネズミから。うんうん、1枚引きます。あ、そうだ、特性、踊り鳥の特性、タムケの前で3枚引きますね。はい、はい、そうですかそうですかじゃあこの辺りにエネルギーを貼ります。はいはい、こちらね、グズマ。あ、グズマ、はい、そのそう、アルセウス。あぶねー、島めぐりなんか叱ってなかったら終わってた。さすがですね。でも貼ってなかったら HP が、貼ってなかったら HP が感じよかったわ。どっちにしろ、いや、まあまあまあ、いや、保険にはなったな。すごい。はい。はい。で、鋭い羽で80ダメージ。80で180になって、うん、最大 HP が100減ってるから、280でぴったり季節ですね。はい。はい。その代わり取れる採用が1枚少なくなるんで、2枚です。2枚取ります。あぶねー、島めぐりの私に初めて助けられた。でも問題はこっちもワンパンできないんだよな、そいつを。こいつ壁にしとけば一発耐えそうだから、1枚引いて。ハイパーボール。はい。はいはい。じゃあブラックキュレムも置いといて。はい。ブラックキュレムも入ってたんだ、それ。しっかり入ってき。で、じゃあこれで、アルティメットレイ150ダメージで。150ダメージ。いやー、つけますね。じゃあ1枚引きます。で、クズモにエネルギーを貼ります。なるほど。はい。あ、これじゃあこうしよう。でポケモン通信で、ナクラを戻して、はいはいはい、この状況を打破するカードあります？あ、そうだね、そうだね。あ、コロモリ出そう。はいはいはい、コロモリを出す。なるほど、ちょっとお願いします。はい、じゃあエネルギーをトラッシュして踊り踊り逃げます。はい、トゲで丸いけ。うん、いかにも麻痺にしそうな技持ってるけど、持ってそうだけど、そいつないのか。ないんですよね、そうなの、延命だから。踊り踊り DX にエネルギー貼りますね。終わり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 して、はい、いや、アルティメットレイだけ打ってればいいや。アルティメットレイ気づきますよね、それね。はい、余計なもん出さんでいいやねえ、じゃあ戻したりかな、ご延命した意味やな。はい一枚引きます。いやいやいや、はい、ちょっと一応ね、進化させないかなとね。ああ、なるほど。でエネルギーを発ちますよ。はいはいはい、
ダメだ、もうダメだ。オドリドリの鋭い羽、80ダメージ。神様強いっすね。いやー神様強いな。神様強いっすね。なんだこいつ。じゃあアルティメットレイ。はい。で。はい。勝ちです。ありがとうございました。ありがとうございました。いや多分ねフライゴンが一旦ちゃんと早く始動できてたらちょっと怪しか打ち負けてた可能性があります。確かにあれハンドあの引いちゃったんですよ自分のドローで。であのレッド&グリーンを完全に使いたかったんですけどね。そしたらもうすぐエネルギー張って動けたのにな。引いたのはちょっとフライゴンがやる気出しすぎだ。いやもうフライゴンさっきサイド引いたからねやる気出しすぎちゃったんです ね。もうね出ていきたい気持ちがすごいすごい出ちゃったんだろうな。よーし勝ったぞ。なにその強いカードを2つも。なんだこれ。ええ石像とか出しちゃってさめっちゃ強いわこんなん。ちょっと見ていいですか。すごくないですかこれ。すごいよ。いやもし今日来てよかったわ。本当ですか。まあねでもそうですよ来てもらったからね。来てもらったからちょっと。そうあでちなみにあの僕らがね、はい、どういうデッキ組んだかっていうのは、はい、やったまチャンネルさんの方で話してるんで、はいはい、まあ、デッキ構築の過程とパック会が気になる人はねぜひ見に行ってください。ねー全然公平じゃなかったよパック会。公平です公平です。そう僕も後で見るの楽しみなんで。あー見てください皆さん。こんな感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。